熊本市北区梶尾町 T 様からお喜びの声はがき178通目でございます。ありがとうございます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇。お仏壇の販売が転職なかった後期でございます。2023年10月の17日、今日は火曜日ですね。今ちょうど5時59分。もうすぐ6時です。朝動画。 今日は意外と暖かい17度ぐらいありますね。まだ外真っ黒でございます。はい。ありがたいことにですね、178通目。こんなにたくさんですね、お客様からお喜びの声、ハガキをいただいております。もう本当、私の宝物。えー、熊本市北区、梶尾町 T さんはですね、早速読まさせていただきます。えー、おハガキをありがとうございました、えー。仏壇を購入して毎日手を合わせております。 今のところ何ら不具合等はございませんが、花縦の花瓶が少し色あせてきましたが、これはこのままでよろしいでしょうか。えー、立派な仏壇で家族も喜んでおります。職人さんたちにもよろしくお伝えくださいませ。ありがとうございました。ああ、こちらこそ、こちらこそありがとうございます。で、早速ですね。 えー、こちらの仏具磨きもうこれを持ってですねあの実はこれはもう1本サービスしましたこの間これこの100年仏壇を購入いただいてらっしゃいますのでねこれ1本サービスしましてでこれで仏具も磨いてまいりましたまあこういう感じでですねあのもう,もう何でもお客様からですねこういうご要望がございました時にはもうすぐ対応するようにしておりますであのこちらですねこちらにもありますけどですね立派な仏壇で家族も喜んでおりますと職人さんたちに もよろしくお伝えくださいます。もうこちらこそありがとうございます。あのこれで,ですね、輪島漆器の技術を生かしてですね、令和の名人物資大坂四兄弟親方がですね、真心を込めて作成しております。もうあの和島漆器の技術は今ですね、お仏壇ってですね、ほとんど今中国製なんですよ。でこちらで百年仏壇、日本製国産でございます。貴重でございます。 私はですね、日本一の仏壇だと確信しております。で、この職人様方は日本一の職人様でございます。ですから、この素晴らしいお仏壇をですね、皆様にお伝えしていくのが私の転職でございますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。でですね、えー、もうさっきもちょっとご紹介しましたけどね、178通いただいております。 もうこれはですねもう私の財産でございますこの励みをですね胸にですねこれからも一生懸命頑張ってまいりますので一つ皆様よろしくお願い申し上げますあそうだったごめんなさいごめんなさいもういきなり締めに入るとかだこれだけ最後最後のこの締めだけごめんなさいで長くなりますけどねはいえー仏具を磨いてもらえますかはいすぐ訪問対応ですえー、帰宅家事用町 T 1 0百年仏壇178 数目のの喜びの声はがきいたただきました立派な仏壇に満足職人様にもよろしくお伝えくださいはい確認いたしあの了解いたしましたまああの本当にですねもうこんなに素晴らしいですね真心のこもったはがきありがとうございます心より熱く熱くお礼を申し上げますはいこ,こまで この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ごあってん。お祈り申し上げます。